羽生結弦28歳初のヴォーチェ表紙に登場、クランプとのコラボイラストも初公開。フィギュアスケート男子で2014年のソチオリンピックと2018年の平昌冬季五輪で連続優勝し、昨年7月にプロ転向した羽生結弦さん28歳が1月号の美容誌ヴォーチェの表紙に初登場することが6日に発表されました。雑誌の中面ページでは、世界的な創作集団クランプとのコラボレーション絵本、ギフト、12月20日発売、講談社のモチーフに基づいた羽生さんの写真が掲載され、夢のコラボが実現した経緯についてのインタビューも行われています。さらに絵本に収録されるクランプのイラストが初めて公開され、2月からの予約開始まで情報が秘密にされていたギフトの詳細が明らかになりました。